ポジターノの方がもちろん見応えはあるんですけど、街に入るとアマルフィの方がちょっと楽しいですね。ポジターノはもう絶壁すぎて、もう坂に点々と、まあ、もちろん密集してはいるんですけど、お店が結構アマルフィはあの平地というかポジターノに比べて、うん、店の雰囲気とか街の雰囲気はどちらかというとアマルフィの方がちょっと面白いですね。まあ、これ個人的な感想ですけど、アマルフィは海岸線がそんなに、まあ、ポジターノに比べるとちょっと地味ですけど、街の奥に入るとちょっと面白いですね。雰囲気がある。なんだなんだ。これなんだ。シュールっすねこれは。なんか不思議な、ちょっとね個性がありますね。街同じ海岸線でもちょっとポジターノとは違う、アマルフィはアマルフィの味があるんですね。このアマルフィコーストはやっぱりレモンが結構名物という感じで、レモンのソルベとか、まあそういうデザインの服とか結構売られてます。結構各地への、交通の要所だったりもするので、アマルフィは結構ちょっと大きいんですね、街として。季節ですね。2021年ももう秋を迎えるようになりましたね。今いるここはですね、アマルフィとポジターノの中間にある、まあ、山岳地帯といいますか、ちょっと標高が高い位置なんですね。で、まあ、ちょっと田舎というか、まあ、観光地化そんなされてない場所です。なので現地の自然音の恵みを使った料理ですとか様々ありますけどもね。結構このアマルフィ海岸はまあと言ってもまあ観光地ですから、世界的な、まあ、宿泊費がやっぱり通常の場所の2倍とか3倍とかかかるんですよ。まあなので結構キャンピングカーとか、そういったマイカーで来る方も多いですね。結構海外というよりはまあイタリア各地から来てる人たちが多いので、イタリア語が結構飛び交ってたりとか、
まあ、レストランとかも、もうこのここアジローラっていうとこなんですけども、まあ本当美味しいですね。まあ、やっぱり田舎に行けば行くほど、やっぱり地元の食材、ちょっと家庭的な味っていうんですかね、より本場のイタリアンを味わえる。いや本当ね、毎回感動しますよ、食事には。もうちょっと芸術の域ですよね。ああまた新しい、キャンパーが来ましたね。ここアジローラは町というよりはもうちょっと村に近いのかなってぐらいちっちゃいんですよね。はい、まあ、そこで標高も高いですから、まあ、空気もいいですし、なんて言うんでしょうね、とにかく気持ちいい。アマルフィ自体はもうかなり前も言いましたけど断崖絶壁なので、そんなにこうホテル自体も、まあ、もちろん多いとは思うんですけども、まあその立地的にも限りがあるので、ちょっとこう山あいと言いますか、奥地に入っていったところに泊まるところを確保しました。もう海沿いはめちゃくちゃ高いんでね一泊2万とか余裕でしますから、はい、ここはねアジローラの、バスターミナルのもう徒歩1分のところにある、宿です。雰囲気あってかなり好きですね。の端ですね、ソレントに、これからアマルフィからソレントに船で向かいます。ローカルバスで行けばもう10分の1ぐらいの値段でローカルバス多分行けると思うんですけど、まあご覧の通り断崖絶壁を結構行くルートなんで、もうバス用意しますね多分。でかなりもう2時間ぐらいは多分乗らなきゃいけないと思うんで、まあであれば16、17ユーロ、約17ユーロですけど船で、一気に、おそらくそうですね、まあ、40分とか3分の1ぐらいの時間帯で、到着できると思いますので、まあ、海からもねアマルフィコースト楽しめますし、距離も一気にね短縮できますし、まあ、値段はちょっとかかりますけど船でソレントに行きたいと思います。アマルフィ海岸ね、アマルフィを最後見納めしてこれからソレントに向かいます。